皆さんこんにちは、本日はドライバーの芯で打つための練習ドリルをご紹介させていただきます。ドライバーのスイングはどうしても手元が浮きやすく、ヒール側にインパクトが当たってしまいます。ヒール側でインパクトをしてしまう方が多いです。このトップの位置からダウンスイングで体の捻転とともに降りてくれば、しっかりとした芯で打てるんですけども、バックスイング、トップから手元が少しこのように力が入って浮いてしまうと、正しいポジションよりも前に来てしまうために、アドレスよりも手が前に浮いてヒールに当たってしまいます。このヒール立てになってしまうと、もちろん飛距離ロスになってしまったり、鋭角にクラブが入ってきた時に天ぷらになってしまう、ミスショットになってしまいます。なので今回のドリルはあえてヒールでセットします。あえてヒールに構えてバックスイングから手元を近づけてくる、体に絞り込んでくるイメージでインパクトを作れるように意識をしてダウンスイングを作っていきます。このヒールで構えている状態で手元が前に出てしまうと、ボールに触らず空振りという形になってしまいますので、無意識のうちにインサイドから振り下ろすスイングが身につきます。それでは一度ヒールに構えて打ってみたいと思います。ヒールに構えてインサイドから振り下ろして芯に当てる、この練習をすることで手元が浮いてくる、スイングがなくなります。一度ぜひ皆さん試してみてください。